はい、どうも皆さんこんにちは。掲示板トレーダーの金亀です。本日も掲示板の情報をもとに株式情報をお伝えしていきたいと思います。少しでも役に立ったらぜひチャンネル登録とグッドマークですね、押していただけたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日ねかなりね関心銘柄真っ赤っかですよ。真っ赤っかって負けまくってると下げまくってるっていう感じなんですけども、皆さんの持ち銘柄どうでしたかね。日経がね下がったんですね。一時期ねかなり下げてましたよね。はい、こんな中皆さんの銘柄、私の監視銘柄どうなっていったのかをちょっと見ていきたいと思います。ではまずねこちらからいきたいと思います。こちらになります。ドーンと、はい、開花さんです。これはね私が持っている銘柄、まあ、持っているから出しているっていうわけじゃないんですけど、今日ね情報が出てきたんですよね、2つほど。はい、まず1つは開花コインですね。こちらが持っている開花コイン、これがホットビットというところで上場していくと取り扱いができるようになっていくよっていうような IR ですね、出てきましたね。 IR っていうのかな、うん、会社からのお知らせが出てきました。はい、そしてもう一つがなんとねインベスコさんかな。はい、インベスコさんがさらにね持ち株を増やして買っているっていう情報が出ましたね。これを受けて PS もねちょっと上がってるんですけれども、まあ心強いですよね。はい、どんどん買い増ししていただけたらと思いますよね。はい、まあただねレオスさんかな、レオスさん、はい、こちらがね売っているっていう情報もあるんで、うん、売られながら買われてるっていうねちょっとわけわかんない状態になっているんですけども、ただね強いところが買い増ししているっていうのはねもうホルダーにとってはかなり心強いですね。明日以降またどうなっていくのかちょっとわからないんですけども、何かあるんじゃないかって思いたいですね。まあ、どうなっていくでしょうかね。そしてね私ね55円でちょっと買い増ししてるんですよ、2000株。ただこの2000株はねすぐに売却すると思うんですね。はい、うまくね立ち回っていくために2000株買ったような状況です。他にもね買いたい株出てきてるんで、うん、開花さんがもしねこのままどんどん上がってってくれたらもう下で待つってこともないんでね、うん、ちょっとね考えていきたいと思います。はい、次はこちらですね。ドーンと JCR ファーマさん、こちらねプラス10円でちょっと渋いんですけども、まあ日経がねかなり下げてる中良かったんじゃないでしょうか。こちらもちょっと材料が出てきまして、あれですね、ワクチン、アストラゼネカのワクチンを作るための工場を新たにね新設していくみたいな話が出てきましたよね。それを受けて戻してきたのかな、うん、どうなんでしょうか。今後ねまたワクチンの承認というでかい材料控えてるんでね、その日はねドーンって上がっていくんじゃないかな、わかんないですけどね。材料で少しで下がるってパターンもあるんで、一体どっちにブレるのか、はい、その日になったらまたお伝えしていきたいと思います。そしてね次ですね、こちらになります。ドーンと音響さんですね。初めてかな、話題なんでねこちら取り上げてみました。今日は16円でマイナス3円ですね、下げてますね。はい、チャートを見るとね一回上がってまた下がって上がって下がってみたいなことをやってると思うんですけれども、今後ね10円の株なんで祭りがまたあるのかどうかっていうのが注目だと思います。ランドさんがねちょっと沈んでしまっているんで、はい、代わりにね音響さんを取り上げてみました。定位株ということでどうなっていくでしょうか。そして次はこちらですね。ドーンと、はい、インクルーシブさん、これねかなり下げましたね。どうなんだよ、もうね上下激しすぎ。これね入ってねめちゃめちゃうまく立ち回れてる人もうめっちゃ利益出てると思うんですよ。ただうまく立ち回れてない人はもう振り回されているっていう状況だと思うんですけれども、明日以降またどうなっていくのか注目だと思います。まあ下げたらね買われるような状況が作られてきてるんじゃないかなっていうふうには見えるんですけどね。はい、まあこれは本当株なんでどうなっていくのか分かりません。さあではね最後ドンと出していってみましょう。こちらになります。ドンと、はい、千代田加工建設さんからいきます。プラス5円と、今日ね見てください、これ右が真っ赤じゃないですか。この中でプラスっていうのは貴重だと思いますよ。こちらはねまたいつも通りの情報なんですけど、プラスでね何やらねアンモニア燃料関連なのかな、ちょっとね詳しくないんですよ。アンモニア燃料って一体なんだっていう話なんですけども、これわからないですけども株公開日誌の方でコメントいただいたんでちょっと取り上げてみました。皆さんねぜひ気になる方は調べに行ってみてはいかがでしょうか。そしてマネックスさん、セレスさん、リビックさん、これはね毎回上げてるんですけども、ちょっとねいまいちな動きと、セレスさんだけ上がった形ですね。これ仮想通貨関連ということで上げています。どうなっていくでしょうか。そしてね次ですね、クレアさんマイナス4円と下げましたね。ついに80円からちょっと下げてきたような形に見えます。そしてねこのチャート見ると5日線はために下げモードに入ってきちゃったのかなっていうふうにも見えるんで、ぜひねホルダーの方は気をつけてください。これズルズルいくとねちょっと厄介なことになる可能性もあるんで、早くね5日線を飛び越えていければいいのかなと思っています。
はい、そしてアジア海産はマイナス2円と、これマイナス2円で 10% 下げますからね。まあすごい株です。はい、今後どうなっていくのか、私はやはり10円から15円の間ぐらいまで下がってきたら入りたいんですけども、まあリバイバルプランが待ってるんでね、そこではかなり強い動きになるのか、まあね、それもね、材料で尽くしとかあるんでね、その時になってみないとわからないんで、まあリバイバルプランの中身とかもね、うん、それ次第だと思うんですけども、どうなっていくでしょうか。はい、そして新バイオさんはマイナス47円と、株価情報だけね、お伝えしていきます。どうなっていくでしょうか。宮島さんはマイナス28円と、こちらもね、株価情報なんですけども、下げていると。はい。またね、上がるのかね、ちょっとね、ここもね、売りが強い時は売りが強いんですね。700円なかなかいかなかったのを覚えてるんで、まあそのあたりはね、ちょっとラインになって売り込んでくるところがあるのかもしれないですね。はい、そしてタメニーさんはマイナス8円と、今日ね、163円ぐらいまで行ってたみたいなんですよね。今後はね、また全体的に市場が良くなってくれば、また上がっていくんじゃないかなって思うんですけど、かなりね、下げてきたんで、ちょっと気をつけながら売買してみてはいかがでしょうか。はい、そしてこのね、次ですね、システムソフトです。これ新しく取り上げたんですけれども、コメントですね、視聴者さんからのコメントでいただいたんで上げてみました。材料がね、いいというところなんで、私もね、かなり気にはなっています。んー、どうしようかなと。はい、この下のね、ビーグリーさんとグローバル A さん、かなりまた下げてるんで、もうね、苦しいです。うん、そろそろね、他の株に移動しようかなと思ってるんですけれども、このシステムソフトさんあたりに移るか、まあ、タメニーさんに移るか、アジア開発に移るか、まあそのあたりですよね。どれにしていこうかなと思ってるんですけれども、はい、ちょっとね、考えていきたいと思います。はい、本日はこのあたりで終わりたいと思います。皆さんいかがでしたでしょうか。私はね、買い株がついに3万2000株になったんですけれども、まあね、3万株はね、持ち続けていくとしばらくね、はい、うまくね、立ち回っていこうと思ってるんで、もちろんね、回転は狙っていきたいと思うんですけども、大きくね、上昇したタイミングでの売却はあるかもしれません。ただね、今ね、インベスコさんがね、買い増したんで、期待できそうでね、どうなっていくでしょうか。はい、では、皆さんの近況あれば、コメントの方にぜひよろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。最後にチャンネル登録とグッドマークぜひよろしくお願いいたします。また明日お会いしましょう。それでは。